こんにちは。大阪のトラックで働いている千秋です。今日はこのようなタイトなサイドの編み下ろしを作っていきたいと思います。まず前の矢少し残します。で、8上からサイドは残して、後ろは軽く手ぐしで通したら、ここを三つ編みにしていきます。ここをゴムで留めます。内側にクルリンパしていきます。で、内側にクーリングできたら、少し髪の毛を引き出します。こんな感じで、ちょっと出しすぎた髪の毛は U ピンとかでちょっと押さえておきます。感じです。前髪は上げたいのでこのぐらい残して、でここに一緒に全部結んでいくので、ピンか何かで留めていきます。こっちも、こっちはロープ編みにしていきます。で、ほぐしたら、この全部の髪の毛を、この両サイドの髪の毛をここに巻きつけます。巻きつけたらここをゴムで結びます。またギュッと、こんな感じで、今日はタイトに仕上げたいので、このフィッシュボーンを作っていきます。フィッシュボーンは内側の髪の毛を中に入れ込んで、内側の髪の毛をここは三つ編みでもいいんですけど、今日はタイトな仕上がりにしたいので、ここはフィッシュボーンで編み込んでます。こんな感じです。
結んだら、さらにここをギュッと詰めます。で、詰めたら、もうここはタイトな仕上がりにしたいので、このまま詰めておきます。で、ここ、ゴムが気になるので、ここにスティックを刺して、少しだけ髪の毛を取って、感じで巻けたら、最後ワックスやバームを顔周りにつけます。やっぱりバームとかをつけてあげるとツヤも出ますし、持ちも良くなるので。感じで、はい、完成しました。こんな感じです。ここはタイトなメロシーになってて、こことここはちょっとふんわりと作った感じです。全体見せていきたいと思います。こんな感じです。